はい、こんにちは。こんにちは。寒いです。ツーリングで山中湖、せっかく来たので久しぶりに来れたね。大森食堂、はい、行ってみましょう。すごいね、赤い車に赤いバイクが止まってる。すっごい久しぶりに来ました。よっしゃ、行ってみましょう。今すごい混んでるかな、空いてるかな。お邪魔します。奥行っちゃう。あ、でもこれいいか、見ましょうか。はい、やってきました。大森食堂の漬物、これが美味しいんだよね。冷えた体に染みるね。味噌汁めちゃくちゃうまいね、これね。こんな味噌汁うまく感じるってすごいよね。そこの手が指先がしびれてるよ。大きいね。うわ、やっぱいいね。ではいただきましょうか。はい、いただきます。値段500円、安いよね。このカツ丼のこれ盛りっぷりがすごいんだ。すごいね、あの大森食堂のカツ丼健在だね。これがまた卵がまたいい感じなんですよ。こんな感じ。うん、うまっ。またカツがでかいんだよこれ。こんな感じ。どうですか、このでかさ。うまいよね。オープンだけにロストに走ったよね。しみるね。めちゃくちゃしみます。例えばさ、良一が一番最初にこれ来たのっていつ頃だったか覚えてる？相当まだ小さかった頃だよね。うん、まださすがにこれ一人で食べれなくて、あの時からね、考えては相当時間が経ったよね。だけどこの店は相変わらずライダーたちのお腹を満たし続けるという、すっかり有名店になりましたが、感慨深いもんがあるよ。そういう領地がもう自分でバイク乗ってこれちゃうわけだからね。うん、うん、相変わらずボリュームは相当あるね。龍一くんは余裕？すごいね、でもね、食うようになったね。すごい満足で食べてね、体あったかくなってきたらね、眠くなってきた。ふわ、はい、食べて。おい、ごちそうさまでした。はい、もうごちそうさまでした。はい、というわけでいただいてまいりました。美味しかったです。もうね、食いたくない。キックできますか？多分できる。多分できる。すぐそこに紅富士の湯があるんですよ。うん、それやばいよ。うん、ここで飯食うって風呂の中入ったら絶対今日帰れないよ。あとね、石割の湯というのもあるんですよ。絶対危険だよ。帰るよ。帰るよ。体温まった。でもね、やっぱ大森食堂うまいです。これであのカツ丼500円だからね、絶対これをおすすめしたい。うまかったです。ではまた寒い中行きましょう。行こう。ああ寒い。やっぱ
ぱり山名国はめちゃくちゃ寒い。はいよ。はい、無事帰りました。